日本代表の至宝 MF 久保建英21がスペイン1部レアルソシエダードでブレイクできた理由とは。久保は14日日本時間15日のビルバオ戦で今季3ゴール目をマークするなど 3-1 の快勝に貢献。昨オフに加入して水を得た魚のように活躍を続ける要因として恩師は久保とクラブの相性の良さを挙げた。久保は1対0の前半37分に相手 DF を股抜きでかわして左足で鮮烈ゴール。昨年10月2日のジローナ戦以来となる今季3点目を奪った。後半15分には PK も獲得して3点目につなげ、2得点に絡む大活躍を見せ、試合の最優秀選手に選ばれた。マジョルカでプレーした昨季、同シーズン内でビリャレアルからヘタフェへ異例の移籍をした一昨季は低調だったが、強豪のアールソシエダードで突如の大変身。U から20日本代表監督時代に久保を飛び級で抜擢した日本サッカー協会の内山敦史技術委員63はカタール W 杯前、今回の移籍が追い風になると指摘していた。内山氏は、やっぱりボールを握れるチームだよね。攻撃の時間が長ければ長いほど、長にもボールを預ける時間を避ける。マジョルカなどでは、どうやっても7対3で向こうが主導権を握るので守備の時間が長くなる。今まで守備ができないという指摘もあったが、今度は攻撃の競争になる。だから競争の性質が違う。攻撃的な戦術にフィットしたというわけだ。さらにアールソシエダードというチームの特色も見逃せない。長い伝統の中で培われたチームのスタイル。バスク、地方のチームということで、特にソシエダードはボールを握って大事にする。そして、球際の攻防などで激しさもある。以前は、所属選手がバスク人だけだったと思うが、あそこはそういう中で外国籍選手も入れる柔軟性も持っている。そうした点を踏まえて、今までのチームの背景とは違うと感じる。だからやるんじゃないかな。大化けというのは、彼自身に加えてチームの背景も関係があると思うから、と、さらなる飛躍にも太鼓判を押した。至宝がいよいよ本格的に覚醒していきそうだ。